ゴム隠しが苦手な方、これなら必ずできます。こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日はゴム隠しが苦手な方に向けて、すごく簡単で崩れにくいポニーテールアレンジのやり方をやってみました。スローですね。はい、はい、お願いします。ゴム隠しが苦手な方、本当に簡単にできるので、ぜひ見てほしいし、チャレンジしてもらいたいです。はい、そうですね。まあ可愛く結構仕上がるので、まあ結構この辺ってグダグダになったりとか皆さんするかなと思うんですけど、このやり方だったら本当ルーズにもすぐできるというか、切れ目もルーズもどっちもできると思います。だと思います。はい、はい、なので皆さんチャレンジしてみてください。それでは、はい、動画スタート。 N ドットのポリッシュオイルを全体につけていきます。はじめに毛先から中心にオイルをしっかりつけていきます。そして顔の横もしっかりつけていきます。で、中心とトップは少しだけつけていきます。サイドとバックで分けていきます。しっかりと面を整えます。ポニーテールする高さはだいたい耳ぐらいの高さでくくります。ゴムはきつめの方がほぐしやすいので、必ずきつめにくくります。まずゴムをしっかり押さえながら、トップの部分をわしづかみにして優しく引っ張り出します。次にサイドも引き出していきます。で、トップとサイドの間も引き出します。で、下の部分も少し引き出します。前髪とサイドの髪の毛の間の毛を少し出して分けます。ポニーテールの上でくくります。次にくるりんぱしていきます。この時ゴムを少し下に緩めながらやります。次にゴムを下にずらします。髪の毛を左方向にくるっと半回転させます。そしてその中に最初にくくった髪の毛を輪っかの中に通します。くくった下の髪の毛を横に少し引っ張ってきつくしていきます。サイドの髪の毛もほぐしていきます。必ずゴムを持ちながらほぐします。こんな感じで仕上がりました。ポイントはしっかりゴムをくくることで崩れにくくなります。ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。